はい、いつもご利用いただき誠にありがとうございます。はい、ジャケット、ジャンパー、そういったお品ですね、お預かりしております。はい、トラブルの状況なんですけれども、はい、激しく色が変わっている状態ですね。脱色した状態になります。お品の色は、やや黄色に近いカーキ色といったところですけれども、はい、激しい脱色が見られます。はい、細かいところで言うとね、このぐらいの小さなものも含めて結構広範囲で脱色が生じている状態です。はい、今ファスナーを開いた状態で見ていただいているんですが、はい、このファスナーの、金属ですよね、金属に沿ってファスナーに沿って、このように通常の脱色が生じているんですけれども、はい、今回はですね、ファスナーを閉じた際に見える箇所ですね、見えている箇所、こちらの脱色を直させていただいて、閉じた時に隠れる箇所ですね、こちらについては染色を行わないということですね。実施する箇所をセレクトしていただいて、お客様の方で、まあ、ご予算もございますのでね、今回はファスナーを閉じた時に見えない箇所は染色しないというふうにね、作業を進めていきますけれども、脱色の原因についてはね、ちょっとわからないんですけれども、まあ、一つにはこの金属ですね、この金属の、あるファスナーのあるところに集中していますので、そうですね、まあ、何らかの化学反応によってね、このように脱色が生じているんだとは思いますけれども、まあ、詳細については特定することはできません。金属の近くというのはどうしてもこのようにね、反応しやすくなりますのでね、化学反応が発生しやすくなりますので、まあ、よく見られるトラブルではあるんですけどね、まあ、触媒となってね、何か、そうですね、残留物でしょうかね、何かの、まあ、それと、まあ、化学反応を起こしたというところではあるかとは思いますけれどもね、ちょっとまあ特定はできませんね。はい、それでは進めていきたいと思います。はい、脱色の修正ですね、ジャケットの脱色の染色でしたけれども、はい、ジッパーを閉じた時に見えない箇所ということでね、今回は部分をセレクトして実施させていただきました。はい、このポケットのあたり、ここが一番脱色激しかったと思うんですけれども、はい、まあ、なんとか指摘されなければわからない程度までは、修正させていただいております。はい、なかなかね、不純物が残留していて、色の定着性が悪かったんですけれどもね、まあ、なんとかここまで染色することができております。はい、遠目から見るとわからないですね。はい、近づけてみますと、やはり染料がうまく入らない箇所もありますのでね。はい、ご利用いただき誠にありがとうございます。